小野貴之さん。日本共産党の小野貴之です。通告に基づきまして質問をいたします。はじめに関西電力株式会社宮津エネルギー研究所用地について質問します。はじめに昨年8月30日に開催された全員協議会での関西電力株式会社宮津エネルギー研究所にかかる状況についてのこの間の状況の中で、宮津市としても京都府と連携する中で国のデータセンターの日本海側への拡大に向けた立地候補地調査に応募とあります。立地候補地調査に応募した経緯をお伺いします。土井企画財政部長。はい、エネルギー研究所に、国のデータセンター日本海側の拡大に向けた、立地、候補地の調査に応募の経緯についてございます。データセンターの日本海側拡大に向けた、立地候補地調査では民間事業者と地方自治体のマッチングを促進するためのものでございまして、本市といたしましてもアンテナを張り巡らしアプローチなどを行う中で関西電力と連携して再開発の可能性を広げるため、宮津エネルギー研究所の用地にデータセンターの立地の可能性があればということを求めまして、令和4年1月に立地候補地として応募したところでございます。以上でございます。小野貴之さん。はい、この宮津市が関連と連携してということですけれども、国、具体にはその経済産業省のデータセンターの立地候補地として関西電力株式会社の宮津エネルギー研究所用地を応募したことは、宮津市としては原発の使用済み核燃料の貯蔵施設を当該用地へ設置することを認めていないと理解してよいかお伺いします。今井副市長。おっしゃる通りでございます。小野貴之さん。はい、確認です。宮津市としては、原発の使用済み核燃料の貯蔵施設を当該用地には、設置しないというそういう、考え方だということで、理解させてもらったらよろしいわけですね。今井副市長。はい、その通りでございます。小野貴之さん。はい、次に経済産業省のホームページ、2022年8月9日商務情報政策局情報産業課には令和3年度補正予算産業技術実用化、開発事業費補助金、データセンター、地方拠点、整備事業費補助金、データセンター事業実施可能性調査にかかる補助事業者について申請受付締め切りである6月30日までに19件の応募がありました。上記について外部有識者による第三者委員会において厳正な審査を行った結果5件を採択することと決定いたしましたのでお知らせしますと掲載されています。また同じ経済産業省のホームページ2022年10月12日には同じ補助金について二次公募にかかる補助事業者について申請受付締め切りである9月22日までに10件の応募がありました。上記について外部有識者による第三者委員会において厳正な審査を行った結果5件を採択することと決定いたしましたのでお知らせしますと掲載されています。計10件の採択補助事業者の中に宮津市は入っていませんが補助金申請をされたのかお伺いします。土井企画財政部長。はい、データセンター事業実施可能性調査 の、補助金の申請状況でございます。データセンター、事業実施可能性調査は、候補地の自然災害リスクや、電力、通信インフラの整備に要する時間また経費等などにつきまして分析を行いますいわゆる FS 調査に対する補助制度でございまして、エネ研用地は内湾に位置し強固な岩盤であるとともに高圧電源もすでに用意していることなど一定の条件がすでに整っていることから現時点においては
FS 調査を行う必要までがないことから、補助金の申請は行っていないというところでございます。以上でございます。小野孝之さん。はい、そうしましたら、このデータセンター誘致の件は、これは、なくなったものというふうに理解したらいいのでしょうか、それともこの件は、存続しているというふうに理解したらいいのでしょうか、お伺いします。土井企画財政部長。はい、今現在のところデータセンターに対する一定の基盤の状況は整っていることから、この調査は補助申請を行っていない状況でございまして、データセンターの誘致に向けてのマッチング、の可能性はまだ今持っているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。そうしましたら、これ経済産業省の方から、こういったこのデータセンターの設置の、その、申請といいますか、また応募のそういった行為があった場合には、宮津市としてはそれに応募していくというお考えでしょうか。今井副市長。すでに我々としては応募もしておりますし、このデータセンターというのは、もし万が一ではないですが、宮津市に園内県に立地すれば、非常に地元の経済に対しても、あるいは地域、にとってもですね、非常に有意義なものだというふうに考えてございます。小野孝之さん。仮にそのデータセンターを設置ということになった場合に、いつごろそういったのが設置されるということになるんでしょうか。ご存知でしたらお伺いします。今井副市長。このデータセンター、まだ実際にこのマッチングでどこかに決まったとか、そういったことはございません。またこういったデータセンター自体、データセンターを設置する企業さんの思いというのもございますので、もうその点については全くわからないということでございます。小野孝之さん。はい、次に、2月22日に、議会全員協議会が開催され、関西電力株式会社が2月15日に宮津市及び京都府に説明した宮津エネルギー研究所に係る状況について市から報告をされました。その中で今後の対応として、京都府としっかり連携した上で5団体等と協議を行って、今回の関西電力株式会社の宮津エネルギー研究所の取り扱いの考えに対する回答を行うとあります。市は市民の暮らしを守り、安心安全を確保するとともに、豊かな自然を守る立場で、主体性を持って関西電力株式会社に向き合い、回答をしていくべきと考えますが、見解をお伺いします。今井副市長。議員もご存知のように、宮津エネルギー研究所については、建設時から、本市のさまざまな関係の皆様のご理解、ご協力のもとに歩んできた経緯がございます。平成30年10月の関西電力からの申し入れに対する回答時も、宮津市として5団体としっかりと連携し、対応させていただきました。また、2月22日の全員協議会でも申し上げましたが、平成31年2月以降、関西電力が再開発に向けて、エネ県用地への企業誘致活動も行われる中で、本市としても京都府と連携して企業へのアプローチを行うとともに、関西電力さんに対しては企業責任をしっかりと果たすよう強く求めてきたところでございます。今回もこれまでと同様、5団体等でしっかりと連携した上で回答していきたいというふうに考えてございます。以上でございます。小野孝之さん。次に、昨年8月30日の全員協議会での関西電力株式会社、宮津エネルギー研究所に係る状況についての今後に向けた考え方の中で、5団体及び地元自治会と情報共有を行い、一枚岩となって、また京都府としっかり連携して北部地域の活性化につながる再開発、企業誘致を行うこと、できるだけ速やかに誘致企業を固めることを関西電力株式会社に求めていくとしています。情報共有を行い、一枚岩となって
関西電力株式会社に回答していくために、市は今後4団体等との協議を具体にどのように行っていくのかお伺いします。今井副市長。はい、2月20日の全員協議会の方でも申し上げました通り、5団体で協議をした後に回答していくということになりますが、現時点ではっきりとした日程は決まっておりませんが、関西電力さんからはできるだけ早期に回答をしていただきたいと言われております。また地元の小田地区の自治会では関西電力が再開発を進めることなどの状況は共有されているということでございます。同じく全員協議会時に議員の方からのご質問でもお答えしました通り、2月22日に市議会へ報告した後、直ちに3団体の長や地元等へご説明も行ったところでございます。こうした中で4団体と協議を行い、ご意見を踏まえた上で5団体連名で早期に回答できるよう進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。小野孝之さん。はい、今副市長の方から、答弁ありましたように、関西電力の方からはなるべく早く回答してほしいといったことがあるようですけれども、この4団体との協議を拙速に進めるのではなくて、4団体等のそれぞれの組織内部の協議を十分保障するなど、しっかり協議をされるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。今井副市長。はい、そういった形で進めてまいりたいというふうに考えてございます。小野孝之さん。はい、地元自治会との協議はとりわけ重要だというふうに考えます。地元の意見をしっかり聞いてですね、寄り添うスタンスで協議をしていくことが重要だと考えます。市の考え方をお伺いします。今井副市長。これまでからも地元自治会の方にはしっかりと協議をさせていただいている、あるいは情報共有をさせていただいている、そういった形で進めさせていただいておりますし、これからもそういった形で進めていきたいというふうに考えてございます。小野孝之さん。はい、この関西電力株式会社の説明内容に回答する場合には、誘致企業を含め、事実上関西電力株式会社に一任することになるのではないかと懸念をします。よって、何らかのですね、歯止め措置が必要ではないかと考えます。合わせまして、地域の住民の皆さんは豊かな自然の中で今後ともこの地域に住み続けたいという思いを持っておられることをお伝えをいたしまして、質問を終わります。次にマイナンバーカードの利活用について質問をいたします。今国は最大2万円のマイナポイントを付与するなどのアメを使ってマイナンバーカードの普及促進に躍起になっています。宮津市も国の方針に基づき普及促進を進めています。マイナンバーカードの利活用には問題点もあり、慎重な対応が求められるとの観点から質問をいたします。はじめに直近の全国のマイナンバーカード申請件数、交付枚数および交付率、普及率をお伺いします。合わせまして同時点での宮津市の申請件数、交付枚数および交付率、普及率をお伺いします。山根市民環境部長。はい、ご質問のマイナンバーカード申請件数等の、状況についてでございますけれども、全国では令和5年、2月19日現在ということになりますけれども、申請件数約8800万件、交付枚数約7600万枚、交付率につきましては 60.1% でございます。本市の状況についてでございますが、これは少しずれてしまいますが、令和5年1月31日現在ということでございますけれども、申請件数につきましては12,150件、交付枚数につきましては18,868枚、交付率につきましては 63.8% でございます。なお宮津市のマイナンバーカード交付率につきましてですが、全国1741団体中510位でございます。以上でございます。小野孝之さん。
はい、今答弁ありましたように、宮城市の交付率がですね、全国平均よりも少し高くなっているということですけれども、これについてどのように考えておられますか。お伺いします。山根市民環境部長。はい、将来に向けての、デジタル社会に向けてということで、市民の皆さんにも少しずつ理解が広まっているのではないかなというふうに思ってございます。小野孝之さん。はい、次に、マイナンバーカードを普及促進事業費として出資した総額は、令和4年度末までの出資見込み額を含めていくらになるのか、またこの総額のうち、市の一般財源から出資した額はいくらかお伺いします。山根市民環境部長。普及促進事業といたしまして、支出した額についてでございますが、平成27年度から令和4年度末までの見込み額ということでございますけれども、約5000万円でございます。なお、原則全額が国庫補助金で財源措置をされているため、市からの一般財源の支出はないという状況でございます。小野孝之さん。市からの一般財源の支出はないということですけれども、考え方としてですね、このマイナンバーカード交付業務に携わった職員の人件費のうち、国のその補助金対象になっていない人件費は、これは一般財源から支出というふうになると思いますけれども、そういうふうに理解したらよろしいでしょうか。お伺いします。山根市民環境部長。はい、少なからずそういう正職員についてもですね、人件費、このマイナンバーカードの普及に関して携わっております。そういったことを含めますと、少し少なからずともそういったことはあるというふうに思います。小野孝之さん。はい、次に総務省は来年度からマイナンバーカード交付率を地方交付税の算定に反映させる方針を掲げています。具体にどのような内容でしょうか。お伺いします。土井企画財政部長。はい、マイナンバーカードの交付率を地方交付税に算定に反映させるということについての、具体内容の質問でございます。地方財政対策において地方が、地域が抱える課題をデジタル実装を通じて解決する取り組み等を推進するために、令和3年度から4年度まで2年間の措置として、地域デジタル社会推進費として、地方交付税措置がなされたところでございます。平成5年度、令和5年度の地方財政対策において、この、地域デジタル、社会推進費が令和7年度までの3年間延長されるとともに、マイナンバーカードを利活用した、住民サービスの向上の取り組みを進める観点で、マイナンバーカード、利活用特別分として加算措置が講じられたものでございます。具体的には、マイナンバーカードの交付率、に応じて、地方交付税措置額を算定するものでありまして、交付率が全国市町村の上位3分の1以上の市町村には割増配分されるものとなっているものでございます。現時点での本市の交付率は上位3分の1以内であり、割増配分も期待できるものと考えているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。はい、この上位3分の1以内に入っているということで、割増配分がされるということですけれども、大体、具体的にどのぐらいその割増の額がですね、配分されるのか、ご存知でしたらお伺いします。土井企画財政部長。算定配分につきましては、まだ具体的な算定方法が示されておりませんので、ちょっと今現時点では不明な状況でございます。以上でございます。小野孝之さん。はい、このそもそもですね、このマイナンバーカードの取得は、これは法律で任意
とされております。にもかかわらず効率によって地方交付税に差をつけるというのは、これ地方交付税制度の趣旨から言ってもおかしいというふうに考えます。自治体同士を競争させ、国全体で効率を上げていく狙いがあるのではないかと思います。カードの交付率が高い自治体には地方交付税の配分を増やすという方針について、国はどのような説明をしていますか。ご存知でしたら教えてください。土井企画財政部長。はい、国の方向性ですけれども、デジタル、マイナンバーカードの、普及が進みますとデジタルが進むということで、そのための行政コストも一定負荷がかかるということでございまして、今回、割増措置という格好の、制度を設けられたと、そのように理解しているところでございます。以上でございます。小野孝之さん。はい、今部長が答弁ありましたように、このカードの交付率が上げれば、それを利活用するための施策の費用が増えて、それに充てるために配分を増やすという、そういうのが国の、説明だというふうに思います。そもそもですね、国はマイナンバー制度の目的の一つに、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が大幅に削減されることを挙げてきました。しかし、カード普及でコストが増えるのであれば、行政の効率化の説明と矛盾することになるということを申し上げておきたいと思います。次に、マイナンバーカードは社会保障、税、災害対策の3分野で活用できることになっています。市民にとって現時点で具体にどのような活用ができるのか、3分野それぞれについてお伺いします。まずは社会保障分野についてお伺いをします。宮崎総務部長。マイナンバーカードにつきましては、本人確認書類でもありますことから、幅広い分野において民間も含めて利用できるものでございます。その上で、行政が活用できる分野として、マイナンバー法は、社会保障分野、税分野、災害対策分野、その他の分野として規定をしております。ただいま議員がお触れになりました社会保障分野におきましては、年金、労働関連、そして福祉、医療等での活用となってまいります。具体的にでございますけれども、健康保険証としてご利用いただくことによりまして、電子カルテや特定健診などの情報と連携をして、医師等から総合的な診断、あるいはその重複する投薬を介した、適切な処方を受けるなど、より良い医療を受けていただくことができます。ほか、マイナポータルとの連携によりまして、各種申請手続きの添付書類、これを提出していただくことが不要となること等でございます。小野孝之さん。はい、次に税の分野についてお伺いします。宮崎総務部長。税の分野におきましては、確定申告など税務行政に関する事務での活用でございます。具体的には、確定申告をオンラインでしていただけるほか、医療費情報等との連携によりまして、各種控除手続きに領収書等の紙書類の提出、これが不要となるものでございます。またその他の分野についてもちょっとお伝えをさせていただきます。その他の分野として、住民移動事務での活用、こういったものもございます。具体的にでございますけれども、転出手続きがオンラインでしていただけるものでございまして、転出元の自治体窓口へ行かなくとも、転入先での自治体で引っ越しの手続きがワンストップでしていただけるというもの等でございます。小野孝之さん。はい、次に、災害対策の分野についてお伺いします。宮崎総務部長。災害対策分野におきましては、被災者生活支援金の支給や被災者台帳の作成に関する事務等での活用でございます。具体的にでございますけれども、支援金給付の添付書類を省略していただけるほか、今後罹災証明の発行や被災者支援の手続きをオンラインでしていただけることになる予定でございます。小野孝之さん。はい、今カードの具体の活用についても答弁がありました。
市民にとって暮らしのさまざまな場面で頻繁に活用できるようなものではないというふうに思います。カードがあれば便利というぐらいで、なくても生活に支障をきたすことにはならない、いったことからは大きなメリットがあるというふうには考えにくいわけです。加えまして、先ほどの答弁での宮津市の費用総額、5000万円ぐらい程度ですかね、それやらマイナーポイント事業も含めた国の財政支出は2兆円とも3兆円とも言われており、こういったことを考慮すれば費用対効果の観点からも積極的に推進すべき事業ではないと考えます。この点について市としてどのような見解を持っておられますか、お伺いします。宮崎総務部長。社会のデジタル化が、急激に進んでまいります。行政サービスもデジタル技術を活用してより利便性の高いものに大きく進化をしていきます。これはもう不可逆的なものでございます。こうした、利便性の高いサービスの適用であたりましては、マイナンバーカードはその重要な基盤となるものというふうに認識をいたしております。小野孝之さん。はい、次に、令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として本格運用されています。保険証として利用するにはマイナンバーカードに登録する必要があります。マイナンバーカード交付枚数のうち保険証機能を登録したカード、マイナ保険証の枚数はいくらか、カード交付枚数に占める割合はどのくらいかお伺いします。山根市民環境部長。市単位では、保険証と利用登録人数をですね、把握することができませんけれども、全国ベースということでございますが、令和5年1月12日現在でございますが、カード交付者の 52.2% が保険証の利用登録がされている状況でございます。以上でございます。小野孝之さん。はい、把握はできてないということでした。これはでも全国的にこの 52.2% で把握しているということは、宮津市でその把握できてないという、そのことはちょっと理解できないんですけど、これほんまに把握できてないんですかね。はい、すいません、ちょっと再度。山根市民環境部長。先ほどご答弁したとおり、把握がすることができておりません。はい、小野孝之さん。はい、ここはしっかりですね、把握をしていただきたいというふうに思います。次に、岸田政権は現行の健康保険証を令和6年秋に廃止し、マイナンバーカードに一体化させると表明しました。マイナンバーカードの取得は法律で任意とされています。国民皆保険の下でほとんどの国民が持つ健康保険証をなくしてマイナンバーカードに統合するのは実情の強制であると考えます。国はこのマイナ保険証での受診を進めるため、すべての医療機関に3月末までにオンライン資格システム、マイナ保険証受付システムの導入を原則義務化しました。オンライン資格確認システムとはどのような内容のシステムかお伺いします。山根市民環境部長。オンライン資格確認についてですが、病院や薬局におきまして、マイナンバーカードをカードリーダーにかざしまして、顔認証または暗証番号を入力することによりまして、マイナンバーカードの IC チップを読み込み、オンラインで資格情報の確認をするものでございます。このシステムの利用によりまして、他の医療機関等での投薬情報や特定検診の情報が連携できますことから、総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けるなど、より良い医療を受けていただくことができるものでございます。小野孝之さん。
はい、次に、宮津市内の医療機関でこのシステムを導入している、箇所数および、市内医療機関全体に占める割合をお伺いします。山根市民環境部長。宮津市内の医科、歯科、薬局を含め総数26件のうち、マイナ保険証を利用可能として対応されているのは14件でございまして、割合につきましては 53.8% でございます。なお市外となりますけれども、府立医科大学附属北部医療センターも導入済みということでございます。残りの医療機関につきましては導入に向けて準備中ということをお伺いしております。小野孝之さん。はい、市内のシステム導入箇所数が14箇所との、そういう答弁でしたですけれども、このうち、システムをこの先ほど部長からありましたこの電子カルテなどと接続している医療機関は何箇所でしょうか。把握しておられるようでしたら教えてください。山根市民環境部長。オンライン資格確認システムと、電子カルテシステムの連携ということでございますが、これは必須ではないという状況でございまして、各医療機関におきまして連携させているところもあればですね、そうでないところもありまして、ちょっと実数につきましては把握ができてないという状況でございます。小野孝之さん。はい、このオンライン資格確認システム導入の原則義務化について市内の医療機関や関係者からどういった声を聞かれておられますか。お伺いします。山根市民環境部長。医療機関等々のそのご意見ということでございますけれども、国の方針によりましてですね、順次手続きを進めておるというところがご意見というふうに考えております。小野孝之さん。私はこの間市内の医療機関4カ所だけでしたけれども訪問をいたしました。4カ所のうち3カ所は資格確認システムを設置済み、1カ所は近日中に設置予定とのことでした。医療関係者の声として、この技術者が少ないためシステムと電子カルテとの接続紐付けの工事に時間がかかる、またシステムを接続することによって受診者が医療機関を変更した場合には元の医療機関での診療記録が変更後の医療機関に伝わることになり、受診者だけでなく医療機関側の個人情報も変更後の医療機関に明らかになるとのことでした。元の医療機関での診療記録が変更後の医療機関に伝わることについての本人同意はいつどのように行われますか。お伺いします。山根市民環境部長。そのご質問をいただきましたけれども、また後ほど今ちょっと承知してないところもございましたので、今この場ではちょっとご答弁ができないという状況でございますので、後ほど ご答弁させていただけるというふうに思います。小野孝之さん。はい、すみません、突然に質問いたしまして申し訳ありませんでした。ぜひみんなよろしくお願いします。次に多くの開業医が加入する全国保険医団体連合会が昨年8月に行った調査では、資格確認システム導入の原則義務化に約8割の医療機関が反対し、65% が必要性を感じないと答えています。また同連合会が昨年10月から11月にかけて行った調査では、システムを導入した医療機関の4割で不具合、トラブルが発生している、2024年秋の保険証廃止に 65% が反対、この中でシステム不具合時に、
診療継続が困難になるとの回答が 74% に達しているとしています。資格確認システムはインターネット接続にトラブルが発生した場合や停電時にはシステムそのものが使えなくなる問題点があります。加えてシステム導入費用に対する国の一定の補助制度はあるものの導入後のランニングコスト等は国補助の対象になっておらず医療機関の自己負担になる問題もあります。こうしたことから医療機関側にとって資格確認システム導入のメリットは詐称であるとし同連合会は国に対し資格確認システム導入の原則義務化方針の撤回将来的に保険証を廃止する方針の撤回などを要請しています。医療機関の現場が困惑していると思われるこの資格確認システムの義務化について市としてはどのような見解を持っておられますかお伺いします。山根市民環境部長。はい、ただ今ご質問いただきましたけれども、申し上げる立場にないというふうに考えようございます。小野孝之さん。実際その宮城市のこういった医療機関もあるわけですのでね、やっぱり市としての考え方というのはやっぱりはっきりしておくべきだというふうに思いますので、これはまた要請をしておきます。次に共同通信社は2022年12月3日付で企業や行政機関からマイナンバー情報が紛失や漏洩したとの報告は2017年度から2021年度までの5年間で少なくとも約3万5000人に上ることが個人情報保護委員会の年次報告から分かった。データが入った USB をなくしたり不正アクセスの被害にあったりしていたと配信しています。また政府は利便性の向上をアピールしながらマイナンバーカードを使ってマイナポータルを入り口にしてありとあらゆる個人情報を集積しようとしています。さらに現在マイナンバーカードは社会保障など3分野についてのみ導入していますが他の分野にも広げる法改正を狙っていることに加え行政機関が把握している国民の預貯金口座とマイナンバーカードを紐付ける新制度についてまずは年金受給者の口座を対象とする方針としています。こうした個人情報が集積されるほど個人情報漏洩のリスクは一層高まることになると考えます。マイナンバーカード取得手続きにおいて市民に情報漏洩の危険性をどのように周知しているのかお伺いします。山根市民環境部長。窓口におきまして、情報漏洩についてのお尋ねがあった際ということでございますが、職員はそれぞれの必要な手続きに限ってシステムにアクセスすることができることになっておりまして、職務に必要のない個人情報を得るなど不正なアクセスはできないことをお伝えしておるということでございます。また制度発足時からさまざまな機会を通じまして、マイナンバーカード自体には、氏名、住所、生年月日、性別、これらを除いた個人情報は、登録されていないこと、マイナンバーカードで、認証してアクセスする連携先のシステムで、それぞれ、セキュリティ対策が講じられていることなどですね、広報周知しているところでございます。小野孝之さん。やっぱりね、この個人情報の漏洩ということは、ほんまに全国あちこちでよく起こっていることだと思いますので、やっぱりその辺の、周知徹底とはしっかり行っていただきたいと思います。次に、今年2月2日付の朝日新聞は、岡山県備前市は以前から無償化していた保育園や子ども園の保育料に加え、今年度から小中学校の給食費と学用品費も無償化する政策を始めた。しかし新年度は世帯全員がマイナカードを取得していることをその条件にする方針だ。ただ
マイナカードの取得は法律上義務ではなく任意だ、給食費などを人質として取得を強いるのは教育の機会均等に反するとの指摘もあると報じています。これに関連した国会質疑では、備前市の場合マイナンバーカードを取得していないと年間55万円もの負担増になることが明らかになりました。このようにマイナンバーカード取得の有無で行政サービスに差をつける動きが出てきている中で、昨年12月23日に開催された全員協議会での宮城市 DX 推進計画の策定についてに関わって、マイナンバーカードの所持は義務ではなく任意のものです。ですからカードを所持しているかどうかで受けるサービスに差がつくようなことを市民に対し公平平等の扱いが求められる行政がやるべきことではないと考えますし、カードの所持の有無にかかわらず市民サービスは同じように受けられる権利があると思います。また市はこのことを保障しなければならないと考えます。これについてどのような認識を持っておられますかお伺いしますと質疑したところ、総務部長からマイナンバーカードを持たれ、マイナンバーカードを持たれないことによって行政サービスを受けることができないということだけはしないとの答弁がありました。このことについて市長はどのようにお考えでしょうか。お伺いします。宮崎総務部長。昨年12月23日の全員協議会で申し上げました通り、マイナンバーカードを持たれていないことによって例えば医療が受けられないであるとか確定申告ができないということはあってはならないというふうに思っております。社会のデジタル化が急激に進む中で、行政サービスもデジタル技術を活用してより利便性の高いものに大きく進化をしてまいります。こうした利便性の高いサービスの提供にあたって、マイナンバーカードは重要な基盤となってくるものでございます。引き続きマイナンバーカードの普及とこれを活用した行政サービスの向上に努めてまいります。小野孝之さん。マイナンバーカードがなければカード所持者が受けている市民サービスと同様の市民サービスが受けられないということにはしないというそういう答弁であったというふうに理解してよろしいですか。宮崎総務部長。マイナンバーカードを持たれることによってのメリットがある行政サービスは、これは当然あります。先ほど のマイナポイントの引っ越しワンストップもマイナバーカードがなければできませんし、確定申告もマイナンバーカードがなければオンラインですることができないと、そういうことです。ただし確定申告は対面で 紙で申請していただくことは、これはできるということであります。したがってマイナンバーカードを持たれることによって のメリットとなるようなサービスというのが、市民側から見てこれは当然あってしかるべきだろうなと思いますし、利便性の高い行政サービスを受けていただくということにはなろうかなと思っています。その基盤となるものがマイナンバーカードだということでございます。小野孝之さん。ちょっと今答弁聞き取りにくかったんですけども、要は、マイナンバーカードを持ってない人が、マイナンバーカード持っている人と その市民サービスを同じように受けれる、例えば先ほどの備前市の場合ですけども、市として、その給食費を無償化するということですけども、それについてはマイナンバーカード所持者しか、その無償の恩恵を受けることはできない。マイナンバーカードを持っている人はそれは、給食費は払わんとあかんということですけども、要はその持ってない、人もですね、同じように、無償の給食費の無償そのサービスを受けれるというふうに、されるべきだというふうに思いますけども、そういう理解でよろしかったですか。宮崎総務部長。備前市さんの例はちょっとコメントをするのはすることはする立場にないんですけれども、マイナンバーカードを持たれることによって利便性の高いサービスというのがあります。それを持たないと受けられないサービス、確定申告のオンライン
でありますとか、そういったものでございますけれども、そういったサービスはこれもマイナンバーカード持たれてないと受けられようがないので、それはそういう差はあって、これはもうしょうがないと思っています。そういった意味でより利便性の高いサービス、これについてマイナンバーカード持たれる、なんていうかな、そのマイナンバーカードを持たれていることによって受けられるより利便性の高いサービス、これを今後も進めていきたいなと、このように考えております。以上でございます。小野孝之さん。はい、ちょっと私の質問に、的確に答えて、いただけなかったということですけれども、このマイナンバーカードがなければカード所持者が受けている市民サービスと同様のサービスが受けられないということには絶対しないよう強くこれは要請をしておきたいというふうに思います。このマイナンバー制度は2015年から住民票を有する人に12桁のマイナンバーを付番し、2016年から希望者に対し顔写真や IC チップの入ったマイナンバーカードを交付をしています。政府が国民一人一人に生涯変わらない番号をつけ、他分野の個人情報を紐付けして利用できるようにすること自体、プライバシー権侵害の危険を持つ重大な問題です。その上で政府が躍起になってマイナンバーカードの普及を進めるのは、政府が管理運営しているウェブサイトのマイナポータルの利用にマイナンバーカードの鍵機能が必要なためです。政府はマイナポータルを入り口とした情報連携を拡大させ、あらゆるデータを行政側に集積しようとしています。これは儲けの種であるビッグデータをさらに増やすためであり、集積されたデータは匿名加工情報として外部提供され、利活用へと回され、企業の利益につなげるためです。こうしたことのためにマイナンバー制度が利用されるのは大きな問題だと考えます。以上申し上げ、マイナンバーカードの利活用についての質問を終わります。